はあ、着いたな。あ、ヘイデッチだ。お、どうも、クニさんです。久しぶりです。今回なんですけども、今回はね、箱根の方に向かおうかなと思っております。今回の箱根なんですけども、今回の箱根はね、箱根自体が一周できるような箱根ゴールデンコースというところがねございまして、箱根をね一周していこうかなと思ってます。そしてね、箱根フリーパスというものもねございます。こちらの箱根フリーパスの方はね5700円で、購入できます。今日と明日と1泊2日という形でね、このフリーパスを使っていこうかなと思ってるんですけども、まあ最後にね、この2日間で使った通常の交通費用、それとこのフリーパス、このフリーパスがね、実際に使ったその乗車券のトータルの金額と、このフリーパス5700円、どっちがお得なのか、ここのところもね確認していこうかなと思ってます。これはね、今日明日という形で1日1動画、トータルで2動画という形で撮影していこうかなと思ってますので、このね確認の結果は2日目の最後の方でね話していこうかなと思ってます。この後ろにあるのは小金井駅なので、そちらの方から乗って向かっていきたいと思います。隣駅のね、お山の方に着いて、ここの木そばさんで朝食を食べていきます。いただきます。いやー、これうまいんだよな。久々にウーバー、お山に着いたらね、ここのそばはねめちゃくちゃ美味しいです。はい、うん、うまい、味がいいわ。朝食でお蕎麦食べたんですけども、ちょっと物足りないので電車の中で何でも食べますかね。はい、買っていきましょう。はい、次は8時53分この湘南新宿ライン、これを乗っていきます。はい、特急ロマンスカーのねところまで来ました。今ね10時30分で11時出発なので、ちょっとまだ30分ぐらい時間あるので、こちらのねロマンスカーカフェの方に、ここでねドリンク飲みながらちょっと時間つぶししていこうかなと思います。今目の前に見えますのは
今回私が利用する予定の11時発特急ロマンスカー VSE です。 VSE とは V はボールド、日本語で言うとドーム型の天井と称されていて、 SE はスーパーエクスプレスの略になります。こちらは前から4列まで展望席というのが設けられた車両になります。後方の方にもね、4列展望席もございます。現在ロマンスカーは5車種動いてまして、展望席をね設けた最新の GSE というのもございます。帰りには最新の車両の GSE、 それを乗っていこうと思っています。私が5列目の座席を選んだ理由は、前方に非常用出口がある分広くなってるんです。まあ1列目の座席の予約が取りにくい状況でもあるので、その場合はここがおすすめです。この映像から見る通りかなり広いですよね。そしてこの5列目以降は座席が外に5度傾いていて、外の景色を見やすい感じになってるんです。ちなみに展望席と言われている2列目から4列目は席の角度はついてないので、先頭席が取れない時はおのずとこの席を選ぶことになるんですよね。そしてテーブルは横の壁に設置してあったので下ろしてみたんですけど、なんで手をバタバタさせているのかは意味不明ですけど、重さにおいては10キロまで乗せられるので物を置くのには安心ですね。大きさはそんなんでもないですけど、お弁当を置く分なら十分ですね。次に5席目から前方を見た景色なんですが、ご覧のようにわざわざ展望席を選ばなくても十分な景色を堪能することが可能でしたね。それと1点気になったのは、運転手って展望席の上にいるんですけど、降りるところってどこなんだろうと思っていたら、この目の前の天井の中央の部分で縦長の切り込みが入ってるところが下がって階段になってるんですよね。今回は時間が取れなくて見る機会はなかったんですが、次回は見れたらいいなと思います。はい、小田原駅に着きました。立ち寄りでね、小田原駅を降りて、まあ、20分ぐらい歩いたところでラーメン屋さんあります。人気のラーメン屋さんです。はい、ちょっとそこでね、ご飯食べに行こうかなと思います。で、駅近辺なんですけども、周りはねこんな感じになってます。結構ね、小田原駅前はねこんな感じでやっぱり栄えてますね。それでは行きます。小田原駅をね南側歩いていくと、こんな建物がございます。はい、左手はね、まあ、古い建物ですね。いやー、建物いい感じですね。これ港食堂、和食屋さんとかですね。はい、はい、近くはね歩いてきましたら小田原城が見えてきました。ここね、北条氏が100年にわたって築き上げていた小田原城になりますね。しかしながら天正18年1590年にね、豊臣秀吉が近くの石垣山に千葉城というのをね封城して、その後ね小田原攻めという形で、この小田原城の周り総距離9キロにわたってこの小田原城を囲んで、北条氏が住んでる小田原城を攻め入って滅ぼしたという、まあそういうね話が過去にありますね。はい、お昼ご飯の場所に着きました。お店の名前は味一北条さんになります。ここはね小田原で有名なラーメン屋さんになります。まずはじめにスープをいただきました。飲んでみたら魚の出汁がす
すごいと言わんばかりの味でした。魚好きにはたまらない味でしたね。スープにはとろみもあったんですが、濃厚な割には後味すっきりです。麺の方はちょっと太めなストレート麺ですね。ここのラーメンは出来たての熱々、麺冷ましには必殺ナイアガラの滝とやりつつもフーフーしないとダメでした。この麺とスープの相性はとても良かったです。麺を食べて気づいたんですが、刻み生姜も入っており、これがさっぱり感を出していたんですね。魚の生臭さも全くないですね。喉越しのいい麺、大変美味しかったです。次にお楽しみのチャーシュー、ちょっとレア感が出てる感じでとても好感が持てるビジュアルですね。食べてみたら肉本来の弾力を残しつつジューシーで、これはめちゃくちゃ美味しかったです。これを肉だけで食べるのはもったいないと感じて、すかさず麺をすすりました。おかずを食べてすぐご飯、そんな感じですね。ステーキ食べてるんじゃないのと感じてしまうような美味しいチャーシューでした。チャーシュー丼なんてあったら絶対人気出るんだろうな。海に近いご当地小田原ラーメン、大変美味でした。まだ食べたことない方はね、一度この味頂上さん行ってみてください。それではね、小田原駅の方ね向かっていきたいと思います。はい、小田原駅に着きました。次はね、この乗っていこうと思います。とりあえず先頭行きますか。はい、彫刻の森駅に着きました。これ途中下車ですね。途中下車した理由はね、こちら右の秘伝特製稲荷と書いてある割烹寿司さんですね。ここのね、稲荷寿司がね、ちょっとした有名なんですよね。このね、ナンバー5番の3個入りというやつ、これをね買っていこうかなと思います。はい、買ってきました。テイクアウトで買ってきました。ここでは食べないですね。あと1軒行こうと思うんですけども、そこのお店がね早く閉まっちゃうので、まずね閉まる前にそこのねお店の食べ物もね買っていこうと思います。それではね、そちらの方に向かいたいと思います。来た来た来た。到着は五分駅でございます。五分駅です。強羅駅の方に到着です。駅前ね、なんか売店こんな感じであります。はい、でも閉まってたり
ちょっとやってる場所があったり、まあそんな感じで、そんなここら辺って栄えてはないですね。お店少ないですね。こんなぐらいしかないですね。はい。でちょっと踏切こちら行きます。はい、着きました。はい。駅がね目の前こちらで、線路を渡ってここです。手作りの味銀豆腐さんですね。ここもね、ここね、強羅駅近く近辺ですと有名なお豆腐屋さんみたいですね。調べたところそんな感じのお店みたいです。ここでね、しゃっくり豆腐っていうのがね有名なんですけども、目の前に書いてあると売り切れましたという形で、ここ16時夕方の4時閉店なんですけども、今3時半、15時30分なので、30分前なので、この時間帯でね豆腐屋さん来てもね、まあ多分品切れになっちゃうんだろうなと思ってたんですけど、まあしょうがないんですけども、しゃくり豆腐以外のやつもね、買っていこうかなと思います。はい、がんもどきとね厚揚げ、こちらの方をね買ってきました。近くにね公園があるみたいなんで、こちらの方でね、2つ食べていこうかなと思います。おー、バスが回転してる。狭いスペースなんで、こういうのをつけてね U ターンしてるんですね。こういうの面白い。今日夕方ぐらいから、今これからねなんか雨降るような天気予報だったんですけど、ちょっとね空があんまりよろしくないような感じなんで、とねまだ降らないでほしいけど、どうなんだろう。スタジオカフェ島、写真屋さんですね。で隣がここカフェですね。はい、やっとね公園が見つかったので、食べていこうかなと思います。まずはじめにね、一番最初東国の森駅近くの、お店のカッペー寿司さんのね稲荷寿司ですね。はい、はい、稲荷寿司はねこんな感じですね。なんか黒いのが入ってるね、なんだろうね。ちょっと中見てみます。酢飯にごま塩みたいな感じなのかな、まあこんな感じのおなりさんですね。いただきます。ごま塩がね中に入ってるお稲荷さんなんて初めて食べたけど、美味しい。やっぱ甘じょっぱいですね。ごま塩が入ってるんで素朴で美味しい。ごまがアクセントになって、美味しい美味しい。もう一個の方はね、ほら、レンコンが入ってました。こんな感じで。美味しい美味しい。それではもう一個、銀豆腐さんで買ってきたね、がんもどき。大きいですね。これ110円でしたね。いただいてみたいと思います。はい、近くで見てみるとね、こんな感じですね。はい、まん丸ながんもどきです。で、中身はね、こんな感じですね。まあ、人参と、なんだろう、これかんぴょうなのかな、ちょっとわかんないですけど、中身はこんな感じです。はい、それではいただきます。味はついてないんで、お醤油をかけた方がいいですね。なんかお店のね、入り口のところにお醤油が置いてあったので、すぐね、テイクアウトっていうか、もう食べ歩きみたいな感じでする方は、まあ、お店の方で醤油かけてって形で、それで食べた方がいいかと思います。もう最近塩分とかね、いろいろ取りすぎなので、まあ、こんな感じで食べるのもやっぱ素朴で、お豆腐の味がね、まあ、味わえるっていう形、こっちが本来のね、お豆腐の味が、まあ、ちゃんと分かるような感じなんで、醤油かけなくても、私はこういうの好きですね。はい、先ほどね、稲荷寿司食べてる最中に小雨になってきて、雨が降ってきちゃったんですね。その近くにね、もう宿泊する場所あります。今回宿泊する場所はね、こちらになります。はい、この箱根テントと書いてあるね、ゲストハウスですね。はい、今日泊まるのはね、ここのゲストハウスになります。バーもやってるんですね。はい、それではね、宿泊していこうと思います。それでは私が宿泊したシングルルームを見ていきましょう。まず部屋の鍵なんですが、実は南京錠なんです。珍しいですよね。はい、次はね、内鍵。こちらはどうなってるのかと言いますと、こういう風に引っ掛けるタイプ、これも珍しい。
次に襖を開けるとやっと部屋になります。ああ、着いた。ああ、疲れた。ああ、疲れたぞ。ああ、背筋伸ばさないと。ああ、背筋伸びたら、屁出ちゃった。茶番はこのぐらいにしておきまして、部屋の方をご紹介していこうと思います。まず入って最初にあるのがベッドになりますね、はい、これがね、お風呂入るための、まあ、バスタオルですね、はい、になります。入り口の隣にはね、まあ、クローゼットになるんですかね、はい、すでに私はね上にダウンジャケットとか荷物置く場所が下にあるような感じですね、はい、そしてその隣がティッシュとゴミ箱、あとね、こんな感じでね、ちょっと隙間があるんですよね、ここ、はい、通路のところとか隙間でね、こういう隙間で音が漏れちゃうっていう形なので、外の方からね部屋の方にうるさい音とか出しまうという、まあそういうのがねフロントの方でまあ話があったので、こんな感じでねミニ扇がね部屋の中に置いてありますね。上にね、こう鏡ですね、あとエアコンもねあります。部屋の中の明かりはね、まあ、こんな感じのライトになってますね。で窓があるような感じです。窓を開けますと、まあ景色はこんな感じですね、はい、そんなね景色はいい感じじゃないんですけども、まあ泊まる分にはねいいんじゃないかなと思います。はい、あとベッドチェックやっていきますか。まず枕、うん、まあそんなに硬すぎず柔らかすぎずっていう形でいいですね。あとベッドの方なんですけども、敷布団みたいな感じなやつが設けられてるような感じで、ちょっと張りがあるような形で、まあね寝る分には、うん、支障ないかなと、はい、思います。ゆっくり寝れそうですね、はい、まあベッドの方はこんな感じですね。そして窓の下にはねコンセント2つありますね、はい、こちらは前方が正面玄関で、女性の店員さんがいるところがフロントになります。そして手前のカウンターがバーカウンターで飲食をするところになってます。そしてこちら側が共有スペースになっており、こたつも設定されておりました。こちらのバーカウンターにはビールサーバーをはじめ、いろいろな飲めるお酒が陳列されてましたね。こちらは自由に使えるキッチンルームになります。最初に観光情報誌があって、その隣には自由に飲めるお茶やコーヒーがあり、4種類のフルーツ紅茶のティーパックなどがありましたね。左の棚はスプーンフォークなどの食器入れでした。そして隣には湯沸かし器があって、奥側には自由に使える台所がありました。逆側には飲食できるテーブルと椅子、それと冷蔵庫と電子レンジですね。入り口に戻ると、情報誌の棚の逆側には地元の交通関連の情報誌が掲示されてましたね。ゲストハウスならではと言いますか、これはとてもありがたいですね。キッチンルームから左手に出ますと、こちらの地下に降りた先には浴室があります。シャワールームとヒノキの浴室になります。こちらの浴室は撮影 NG でしたので、この後口頭レベルにてご説明いたします。こちらはもう一つの浴室で貸し切り温泉になります。この黒板の入りたい時間の横に部屋番号のマグネットを貼り付けて予約するシステムです。こちらは4名から5名入れる浴槽になっており、場所は階段先の地下にありますね。はい、お風呂入ってきました。お風呂の感想なんですけども、お風呂の方はね乳発色な感じの温泉でした、まあ、浴槽自体は正方形みたいな形で、まあ1人ないし2人ぐらいですかね入れるような形のお風呂でした。今回ね、夜入ったのは、貸し切り風呂の方じゃなくてヒノキ風呂、そちらの方ね、入ってきました。アメニティ関連な
なんですけども、ボディーソープ、それとコンディショナーとシャンプー両方入ってるタイプですね。はい、っていう形のやつが2つ目ありました。歯ブラシとかね、髭剃りっていう形の部分はなかったので、こちらはね、自前という形で自分で持ってくるような形になると思います。お風呂場の、まあ、向かい側がシャワールームがね、2つありました。そちらの方でね、洗面台が2箇所ありまして、そちらの方にドライヤーがあったので、私の方もね、ドライヤーを使って乾かしたという形ですね。お風呂場、あとシャワールーム、まあ、こちらの2つの方はね、そのような形になってました。それでですね、お風呂も入ってきましたので、1階にねバーカウンターありますので、そちらでね夕食食べていこうかなと思います。ここのね夕飯のメニューとして、生地から手作りで作ったピザという形でね取ってますので、それを食べつつお酒飲みつつという形でね、ここのねゲストハウス満喫していこうかなと思います。バーのところまで行ったんですけども、19時で終了という形で、ピザお酒バーカウンターのところで食べることができませんでした。最寄りのコンビニ、彫刻の森駅近くにね、確かローソンがあったので、ここの程度のゲストハウスから10分、15分ぐらいで多分行けるかと思うので、まあちょっとそちらの方で食べ物、飲み物買ってこようかなと思います。はい、ローソンでね、買ってきました夕飯。一番左から黒チャーハンですね。はい、でその後、青菜とガーリック炒め。次に、柚子胡椒餃子。糖質ちょっと気にしてるので、糖質ゼロの一番搾り、それとジーマ、それと燻製ポークおつまみセット、ビール買ってきたのでね、食べようかなと思ってこれ買ってきました。それとヘルチキのレッドです。今晩のね夕飯はこんな感じです。はい、まずはじめにビールですね。じゃあいただきます。乾杯。うめえ。最高。うめえ。はい、最初ね、この青菜とガーリック炒めですね。いただきます。うん、あ、これ意外とうめえ。うん、合うわ。かこれ。じゃあ次に柚子胡椒餃子、いただきます。うん、うん、うまい。まあね、こんな感じでね、箱根初日、1日目の動画はね、こんな感じになります。またね、次回の動画はね、2日目ありますので、明日からね、2日目の動画撮影していこうかなと思います。まだね、食べ物残ってますので、ゆっくりしていこうかなと思います。はい、今回のね、動画が参考になると思いましたら、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いいたします。それと、チャンネル登録、まだされてない方はですね、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではね、次回の動画でまたお会いしましょう。それではまた。バイバイ。